バイク取れてる。まだ喋んないの。え、喋っていいの？喋っていいでしょ。よし。じゃあ男女の友情は成立するのか話し合いますか。話し合いますか。アングル最悪だけど。アングル最悪。なんかすごい汗かいてる。どっかの国の首都みたいな。アングル最悪です。新鮮になったらそうでもなかった。そうでもないよ、ね、アングルやばいかな。久しぶりに見た。こんなげようぜ。飛んでってくれそうじゃないだって。確かに。え、てかやばくない、うん、辛そうってこと。違う違う、うまそう。え、なんだなんだ、文句言うテンションに。え、うまそう。エビの存在感すごいね。エビやばくない？これ超クリーミーで美味しいんだよ。うん、めっちゃ最高。お待たせ。いいよ、食べていいですよ。いいの、ありがとう。食べよう、絶対食べよう。飲んでちゃう。いただきます。最高。これなんだ。パクって。これパク、これパク。どっちもパクだよ。デカパクじゃない。パク食えねんだよ私。え、パク よけとくな。ありがとうね。さよなら。さよなら。さよなら。2匹も入ってるよ、デカエビが。やばい、これ絶対だからその2人が。あ、確かに。ゴミエプロンとかあるのかな。ガチエプロン借りる。ガチエプロン借りる。すいません。すいません。うん、ついてくれない。忙しいんだよね、ワンオペだからさ。あ、ツーオペだ。でも、シェフ一人、フロア一人って結構、もうほぼワンオペだよね。フロア一人だ、バイト思い出す。じゃあ、紙エプロンとかある？あ、ない。やっぱない。ありがとうございます。あ、それだ。ありがとうございます。絶対それだ。もらいました。これあれ大事なガッティだからさ。本当だ。ハロプロじゃん。ほら見て。ガリガリ君？何それ？ガチモンじゃなくて？うん、ガチモン。本当？うん。いいね。キャンペーン T シャツが、あの、当たったの？ちょちょちょ、売ってたの。あの、メルカリで。当たった人が。なんでこんなの売っちゃうのと思って。みんなだけ食べてね。ありがとうに。ごめんなさい。全然いいよ。これ思い出だから。懐かしいね。懐かしい。だってもう1年ぐらい。1年経つ。いや、経たないよ、まだ1年。そうなんだっけ。立てよ。立てよってぐらいの感じがする。確かに。なんか体験のことってさ、一生悩んでるのよ。こうちゃんもきっとそうだと思うんだけどさ。なんか、私、小6の日記読み返したら、もう今日は50キロ行っちゃいました、みたいなことが書いてあって、身長が156とかで、今と4センチぐらいだから、そんな、あれなんだけど、その時になんか50キロになっちゃいました。シクシクみたいな。だからずっと気にしてるんだよ、もう。だから、その時12歳とかだからさ、もう人生の半分以上。だから、なんか体型のことをやっぱ言われるとめっちゃ超気にしちゃうじゃん。でも逆に、痩せすぎだよって言われるのは初めてだったからさ、太りたいわけないじゃん、こっちからしたらさ。でも心配になるよ、そんだけ体重の増減がさ。僕もガッと太って、うん、バッて痩せるタイプ。こうちゃん、そうじゃん。そうだけど、健康的には良くないなって思って。体脂肪が残る痩せ方だもんね。食べないで痩せるみたいなって。なんか、ヨーグルトはずっとある気がするもん。やだね。痩せたよね。ん？痩せた、思った。こういうの出してこう、出してこう。出せないと伝わんねえからさ。思ってねえのと一緒だ、それ。小学生の時言われたわ。でしょ？なんか挨拶は人に届いてなかったらしてないのと一緒とか。そう。言わない。痩せたわ。やったぜ。毎日筋トレライブ。マジ？沼にハマってる。えらいな、私筋トレしたいんだよ、マジで。楽しい。楽しいんだ。え、ちょっともらっていい？それ。もちろん。店長。え、なんか持ち込む？あ、持ち込むか。てか声優あるよ。あ、最高、大好き。声優なんて久しぶりなんですけど。マジ？全部買っちゃうかも。全部買っちゃうかも。全部買っちゃうかも。こっからここまで。そう。よくだったら皆さんのお墨付きってあるじゃん、うん、の皆さんやりたいんだけどあれどういうことなんそれ。モニターみたいやりたいんだけど。入ってるでしょ皆さんの中に。あなたもえ、そんな精神的な話じゃなくてガチの方か。ガチの方か。皆さんに入ってるよ、大丈夫だよ、こいちゃんも入ってるよ、そういう話じゃないんだよ。除外されてると思ってねえよ。
いや、僕みたいな人間はそこに含まれてないと思う。皆様に含む。そんな話してないのよ。ガチのガチのやつ。ガチのやつ、そうかと思ったらそれ気にしてるの。そうだよ、ね、確かに皆さんの秘密の皆さんに、ね、入りたいのよ。いや、そうだよね。入ってるよって言うしかないよね。大丈夫だよ、こうちゃんも入ってるから。ごめんごめん。そんなネガティブな人間じゃない。大丈夫。さすがに今日マジで白ばっか着てきちゃったからさ、全部にこうはびこらしてるわ。すすらない。確かに。すすらない TV。すすらない TV だ。外国ってあれなんでしょ。すすっちゃいけないでしょ。イケメンっていうか、なんか、なんか、マナー違反で、うん、くちゃくちゃ食べてるって言ってました。それは結構しんどいね。いや、うん、でも、あんまりすすらないタイプかも。なんか直前でしかすすらないかも。逆に日本ってさ、すすらないとお行品、お行品どっちお行品お行品悪いって言われるじゃん。え、そうなの、うん、逆に、うん、なんか麺をさ、ブチブチ食べる、あんってやってるとちょっと食べ方汚いみたいに言われるじゃん。なるほどね、うん、たまにさ、マジで吸うの激しすぎてさ、隣にいるのに飛んできそうな人いるじゃん。やだなあれ、怖い。うまい、うまい、うん、めっちゃ足りない、うまい、うん、やばい。え、こいつ今何時かわかる？8時10分、やばいじゃん。あ、でもね、10分以上遅れるなら連絡してくれれば、別に全然平気だっつって、予約時間。そうそうそう。めっちゃいい人だった。いや、さん。優しかった。ていうかさ、一番最近出した動画がさ、ま、インスタの DM に。あ、それ見ましたよ。でも、もし。とりあえず見せてもらって。最悪。マジ最悪。でも、特分の画像だけだ。動画。動画え、それももうなんか、あの、出してる。顔とか映ってない。顔映ってない。もう、ここ、ここの。アカウントとか見ても顔とかわかんない。うん、なんか女の子なんだよ、そのアイコンが。いやいや。何で乗っかが重要なんで。何が重要だって。誰の歯が重要なんで。変なこと言ってるよ。いや、でも本当許せなかったね。なんか私、やっぱちょっとフェミニストじゃん。え？え、そうなの？初耳。ね、許せなかったの、私の中のフェミが。フェミニストなの？そうだよ、許せないでしょ。フェミニストって何？あんまよく分かってないけど、なんか女性の人権をなんか主張する人？分かんない、定義がそれで合ってるか分かんない。イメージはそんな感じ。そうだよね。私ってフェミニストじゃん。あ、ポエ、プリクラにフェミって書くのよ。パクチー。パクチー。コウちゃんパクチー食べれるんだよね。食べれる。なんで？なんでよ。ウェン君パクチー食べれるよね、うん、ウェン君とレオ毎回食べれてたパクチー、うん、マジかよ、いつ初めて食べた、私は高校生の時、マジでもう、でも最初に言わせるだったかも、あ、ほんと、なんかスーパーストックで働いてたおかげで結構いろんなもの克服してて、うん、そうなんだ、セロリとか、あ、セロリも大好きだ私、なんか夏にアシアンシリーズのスープが出てくるときに、うんうん、トッピングでパクチー使ってなんか大量に刻んだりするときとか、でも社員さんがまかないでもう山盛りパクチー入れてて、うわーみたいな思って自分食べてみたら、まあ、いける、マジ、まあ、むしろなんか、はい、何回試してもいけない、山盛りは食べるとかはないけど、うん、アシアン料理のアクセントとしては美味しいみたいな、食べた1個、うん、あ、よかった、そう、タレがうまいよ、タレがうまい、酸っぱいのか甘いのか、うん、辛いのか、辛いのか、うん、最後いかねばだね、並ぶかな、マックとか、マック、マック買ってこうかな、大量に食った後に、うん、食いしん坊じゃん、うん、なぁ、いやぁなぁ、え、めっちゃニンニクのニュースね、あ、そうだ、ニンニク買ってかなきゃいけない、炒めたニンニクだね、めっちゃいい匂いだね、ニンニク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 、マネキタ、マネキタ、マネキタ、やめてよ、それでだろ、そんなアホではないだろ、わかんないって言われちゃったじゃん、そんなアホ、ハッピーセットポケモン問題、あ、そうなん、ハッピーセットじゃ足りないよね、4つからハッピーセットつけ、もうビッグマ、ビッグ、なんだっけ、ビッグフット、ビッグフット、ビッグフット、そう、やだ、雪男みたいなやつでしょ、そうだ、ビッグフット、そうそうそう、ねえ、島村来たらめっちゃ可愛いさ、メタモンとさ、メタモンとさ、カビゴンのさ、ほら可愛い、
え、左で絶対これ持って帰ったらベン君にゴミって言われる。左下のやつめっちゃ可愛いね、これはいいけど、うん、選べないのよな。赤ちゃんしか選べないよね。え、赤ちゃんも選べんの？なんとなくね、あの、魔法界飲まないけど、なんかこれがいいって言うと触らせてくれる、これがいいって言ってよ、赤ちゃんやってよ、これがいいよ。あと大人もさ、おもちゃ入れますかって言われるもんね。何で決まってんの？おもちゃ入れますかって言われるの？大男がこんな量でお腹いっぱいになるわけねえだろ。おもちゃ目的だからおもちゃ入れますかって言われるよ。大男すぎて、お前何だろう。なんかさ、お年寄りとかはさ、なんかちょっとちょうどいいみたいなさ、本当にあの量でちょうどいい人もいるじゃん。おもちゃいらない人なんかいる？うん、これる。マジかよ。何なんだ。持ってんだろう。ぶち切れてやれ。やるよ。店長呼ばれてんじゃん。私です。ありがとうございます。最近さ、席まで持ってきてくれる。うん、でもこの前3人友達3人で行って、うん、2人の来たのに私のだけずっと来なくて忘れられてたことある。お前ちゃんが店長用な、うん、一緒のつなぎにしてあのアザラシ、アザラシモードブリッコアザラシ、ブリッコアザラシちゃんモード最近やってないな、ブリッコアザラシ。すごいもやってよ、すごいもいいよ、てもいいんです。それブリッコアザラシなの？本当に何じゃん、何なんだろう、こうちゃんがやるとほんとブリコンの押しおーいえ、うん、どうしちゃう、食べ終わった、ナマステ、ごちそうさま、ナマステじゃないんだ、コップンカードサディカー、サディカー、どういう意味サディカー、こんにちはか、かな、いらっしゃいませサディカー、うん、いらっしゃいませサディカー、あ、うまい、うん、こうちゃんはエビアレルギー抗原 NG なの？え、別に全然いいですよ、エビね、食いすぎてアレルギーになったでしょ、うん、エビの神様に見放された、そう、見放された、かわいそうにね、でも応援してる、エビの神様のこと、エビのこと、エビ業界のことはずっと応援していきたいと思ってるよ。で、今何分？26分、ちょうどいい、もう電話しなきゃじゃない、電話しなきゃでしょ、もうじゃあこれから行ってきます、体験しよう、ごちそうさまでした。使える話ある？あるある、お、ハロープロ T シャツ着とるやないかい、できたよハロープロジェクト25歳、いいですね、いや背中でかー、おーいい